大阪府立淀川西流高等学校は、大阪府大阪市東淀川区にある公立の総合学科高校。高校生急増期対策と誘致運動を受け、昭和中期1963年に新設された大阪府立北淀高等学校と、後期1978年に新設された府立112番目の大阪府立。 西淀川高等学校を統廃合し、平成末期2018年に開校した。義務教育レベルも含め、基礎学力を学び直し、社会人として考える力、生き抜く力を身につけるエンパワーメントスクール発行の一つ。大阪府教育委員会の大阪府立高等学校、大阪市立高等学校再編整備計画に基づき、大阪府立北。 淀高等学校と大阪府立、西淀川高等学校を統廃合し、2018年北、淀高校の高知に新設された。西淀川高校が2016年度の入学者、選抜検定で6年連続の定員割れとなったため、府立学校条例に基づく再編対象として統合され、学び直しに注力するエンパワーメントスクールに改編された。校名は、 全身の北、淀、西淀川の両校とも、淀川右岸に位置し、生徒をはじめ関係者や地域に馴染み深く、コーチの位置もイメージしやすく、エンパーメントスクールとして、生徒たちがまっすぐな気持ちで、切磋琢磨し合う姿を、清流の文字でイメージして、決定された。決定にあたり、生徒や教職員、同窓会、講演会の工房をもとに検討したとしているが、 地元東淀川区生まれで、選出の大阪維新の会大阪府議会議員の笹川治は、公明について、府議会は関与できず、不正報告会で発表すると会場から失笑が出るなど、地域や淀川の雰囲気とはイメージが離れている感もあるとしている。教育課程は、全日制課程で、総合学科の中に、情報、アート系列、ビジネス、教養系列、 環境、健康系列、数理、人文系列の4つの系列を設置。生徒の学力や進度に応じて選択する、単位性で、社会で活躍するために必要な力を育成する。なお、北淀高校及び西淀川高校のユネスコスクール活動を継承し、国際理解教育にも力を入れている。前身二校の遠隔について、大阪府立北。 淀高等学校の時代効果は未来への翼の曲名で歌手の愛川七瀬による作詞、ギタリスト、押尾幸太郎による作曲。校舎は半世紀以上前の建築のため、旧耐震基準の既存不適格で、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2008年から改修を行った、全身2校の著名な卒業生についてのありがとうございます。